お疲れちゃんスラットです。今日はですねこちらのエレジョイバルーン言っていきます。はい、こちらね少し前に動画で1回か2回か3回ぐらいもしかしたらね紹介したデッキなんですけども、それがなんかまだ強いらしいので今日これでやっていこうと思います。マイティフェネックスね、しかもファイボ型の、まあ、エレジョイといったところで、でまあバルーンあるけどディガーはないみたいな、もう本当に意味わかんないデッキなんですけども、まあ、テンプレと同じぐらいというか、そのテンプレたちにね、ものすごい強いという強力なパワーを持ってるんで、はい、皆さんもちょっと騙されたと思ってね、一度使ってみてください。さあというわけでやっていきましょうか。でまあエレジャイで攻めて、エレジャイの後ろにバルーンつけるのでもいいですし、エレジャイも出さずね無限にバルーンデッキだと、思い込ませてね、なんかたまにエレジャイぶっ刺すみたいな、最後の最後にペッカ出した瞬間にエレジャイこんにちはとかもありですね。はい、あなんかロイフグのケツプリスタンプなんかよくみんな持ってんな、あれちょっと厄介なんですよね使われるとケツプリスタンプ持ってね、最近マジ煽り性能高いスタンプばっかだからな、公式クララ運営出してくんの。さあアッチャホバとなると迫撃砲のねガガムレスケベディガーかなと、まあ、ファイブならもいいですねこれ間に合わない、やばい、危ない、さあ間に合わない、やっちまう、まあこんぐらいならいいでしょう。でスケブこれ陸でなくね、おっとおっとまさかこういうことです。はいいや全然違う、ちょっと待ってよ、えエリジェイもバルーンも出してないのに一本取れましたねマイティマイティってか相手がめっちゃ攻めてくれたな、もうファイブも使ってマイティも使って、あんた攻めカードねえやろみたいな、守りカードねえやろかみたいなとこだと思うんですけども、さあラッキー、さあこれで鳥も、あれ鳥、あエリジェイなんか竹が外れてんですね、あーあーああ絶妙な、なんか変な竹の取り方してんな。さあというわけで、ね、ラッキーでちょっと1本取れたんですけど不慣れな感じが出てんな、ちょっといやディガが来たら1回拾いたいね、これ裏かな、オッケーオッケー、いやでかいでかいでかい、これ拾えるだけで相手からしたら柳雨、柳雨ととかなんでね絶対厄介だと思うんですよね。でさでトルネであれ引っ張ってもいいし、まあ、ファイボでねこんな感じで勝利でもいい、もうきつい、絶対きついドチンパンとか言うなよ、コメント欄で書くんじゃねえぞ下手でも勝てるデッキとか書くんじゃねえぞ、おい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 、めっちゃ強いやんけこのデッキ、さあさあさあ、あ素晴らしい、でワンチャン耐えれそう、はい両方耐えていくなんで勝ったケツプリ野郎だ、あー出た、あれもあれもマジで160円ぐらい、300円ぐらいしたな、あの300円目ぐらいで買える憎たらしめのねスタンプ欲しいね、なんか全部集めたいっすよねバッチ、なんかポケモンマスター的なねバッチマスターいんのかな、これさすがにこれ今までのクララスタンプ全種類持ってる人いたら価値ですごいと思うな、なんか多分初めて日本で開催された世界大会の時のスタンプだとか、やっぱ限定系課金系全て持ってるって多分相当だと思うんですよ、でもクリエイターの中にもいないと思うんですよね、いんのかなちょっと全部スタンプ全種類はさすがにすごすぎる。さあというわけで遅延スケラだ、ボンバよしよし、これなんかいろんな攻めもバルーンでもいいし、足前マイティでも熱い、よしよしよし、さあトルネが完璧すぎる、トルネが来るのかマイティまで巻き込む、はい、でも
すべてがよみがえりおかえりなんだろからのこれ前に逆潜りもいらない。えやっぱりポキポキランドや。はい、遅延ウスケラを、開始1分20秒でサンクラです。これ相手がね、攻めてなかったら僕が負けてる側なんでね。いやさすがにこれラッキーだ。さあさすがにね、遅延スキルはきつい。うん、守りがね硬いデッキがねきついんですよね、施設トレーが。さあ今回ウォールブレイカー、あマジアチトレーじゃなかったらいいっすね。施設トレー、おーおー、えエリババウォールブレイカーこれ珍しいっすね、あんま見ないっすね。いきなりかましてくんね、お兄さん。マジアチャ系だったら引っ張りたいけど。ハンター。なんだこれ。さあ、見たことないようなんね。来ましたけども。まあ、とりあえず、陸でものすごい攻めたいデッキなことは分かって、よみがえるので、バルーンも追加して。これ終わったんじゃないか。あんた序盤から攻めて。7代目この人撃破。よしよしよし、こんな簡単にバルーン通るっけっていうぐらい。エリババジンギー、いやでもウォールブレイカー入ってたもんな、本気で見たことない。さあもうこれはしょうがないダメージですね。はい、え詰め込みすぎじゃね、ちょっと待って、なんでこれ詰め込まれすぎやろこれ。エリババーみたいな、ウォールブレイカーちょっと怖いね。エリババウォールブレイカーロイホグ何これ、いや初めて見たんですねこんな。出会ったことないさすがに。さあ、チンできた。あ、ちょっと痛いけど。そろそろ。私にも攻めさせてと。わあ、すごい。もう相手、なんかその。一生攻めれるね。攻めカードが、攻めカード多すぎてさ。って対空ハンターだけなんだろうな、これ。バルーンが。もうバルーンがなんか無傷だ。さあ鳥も2匹なんだこれ、いやマジでこんなデッキ初めて出会いましたね。無限攻め野郎だ。たまにいるんですけどねこんな、ちょっとまた新しい方でしたね。さあこんなにキング折れんのっていうぐらい折れてる。カイトンカツさん、いい名前だ。ラドンブリってことだよね。そういうことっすよね。もう何も間違ってないよね。うん。何一つ間違ってない。さあ。ああ、エリザイないしな。どうする、どうするよ、この手札。生贄に捧げます。今回基本生贄の捨てカードだからね。さあ、ベビドラー。ベビドラか。なんでもあんな。フェリックス強いんですけどね。ベビドラもなんかいるっすよね。ああ、両方いるっすね。しっかりね。ベビフェニー、エレジャイいいっすかね。ゴレもあるけど。どっちかっすね。はい、エレジャイかゴレか。ああ。ゴレか。ちょっといいファイブ、ああ、遅れてトルネか。いいトルネだ、これも。さあ、本当はね、もうちょっとダメージ欲しかったけど。まあまあ、悪くないでしょう。1000ダメ。ゴーレムね。いやー、これは、もうマイティに、
全てを託してもいいかもしれない。さあ早めのグッドゲーム打ってる。でも俺はこの墓石が嫌なんですよね。マイキー、そう墓石突破がね意外と大変なんですよね。ってなった時にライトニング削りでやられちゃうかもしれないから、俺はある程度攻めた方がいいですね。その墓石にファイブが、墓石にファイブ打ってあとはもう気合か、そんなイメージだ。これがいいですね。エレジャイファイブが刺さるで、まあトルネードもあるでしょう。あーボエライトか、いいっすね。トルネードの方が使ってほしかったですけどね。いやーこのフェニックスもったいないな。もう多分攻め続けた方がいいですね。攻めて普通に、攻め続けて相手に攻めさせない方が大事な気がする。あっ、俺たち暇なトルネファイブして、暇すぎるか。あれ、ここにコスト使わしたい。いやー、ちょっとアイルのでかい。卵だけは残す。よし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 。で宝石のファイブを、宝石のファイブがいい。ライトだったらねちょっと打つのにさコストいんのよ。でもファイブのことによってすぐ打てる。弱点の宝石をね意外となんとかできてるっていう。さあバルーン貯めてエレジャイ出してファイブ打って、いやーそれぞれねまだ行ってもいいけど、ちょっと一旦ねボーライトかな。さあ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 、一生俺のペースだ。マイティだけ温存っすね。このマイティだけものすごい大事。あー来ますねこれ。あとエレジャイとミスった、なんかバルになった。まあいっか、俺35度でしょ。俺は何があっても前手を出さない。そう決心します。はい、でここで攻める。で攻めることによって相手にね防衛コストを使ってもらって、よいしょ。さすがに守ってきゃ、守っときゃ入れる。オッケー、危ない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 。マイティー、マイティーなのか結局。なんかさっきの試合からずっとマイティーがねタワーも持ってくれるし守ってもくれるしっていう、マイティー系の可能性があります、ここ最近。ちなみにもうすぐシーズン終わりますけど、なんかマイティー迫撃がねものすごい流行ってるっぽくて、マイティ迫撃、マイティ迫撃、違うデッキみたいな。そう、マルチ上位ね、なってるっぽいんですよね、マイティ。足速い時も強かったのに、足遅くてもね、めちゃくちゃ強い。足の速さじゃなかったですね、マイティのその、大事なところは、変えるところはね。あ、今そんな香り来た。あ、マジ最悪だ。マジで香ってたっすよね、ちょっと。さあ全てが噛み合わないやばい、やばい、全てが噛み合ってない。あーもう戦略だ何もかもうまくいかない男になってますが、マジはチャロいほどなんだ。ダクプリユーの何もかもうまくいかないけど、うまく祈って祈ってね頑張っていこうか。切ないでしょ。バーバリアン、なんでバーバー、あの家に一つ入んのかな。
あら、なんか体育がね、どういうこと、どれだったあんた。いやでも手術がないのか、手術だったらババいらねえもんな。まあ、施設ない、ああ元気したかったけど、いやもう やべえな、ダメージが入りすぎて、ダクティアの、また相手の位置分かんなすぎてやばい。さあ一旦ね元気して、ババね、ババ取るんだね。いやでも体育ちょっともろそうなんですよね。あちょくい、うん、なんでやねん。さああちょくいまでいるとちょっと面倒いが、マジでワンチャンはある。ボンバに、そうやばい。逆にめちゃくちゃいい。いやこれあるぞ。あっち食いないんで、これでファイブって何かが刺され。やばい、一発入ったけど、やばい、いやマジマジ来る、そうだよな、あーやめてマジで、おーマジで本当に、いやでも、いるんですか相手の指紋は、タルババ一発起動できる、あー取るねや、なんでこれ入った。いやこれ絶対勝てたやつやん、あちゃくりマジでちゃう、たっぷり、いやー変なデッキだったなとか、何年ぶりにババ見たんや。いやもったいない、もったいない、序盤の変なダメージちょっとね。おんやん、ベンザー e スポーツだ、ベンザーリーデルのクランだ。さあちょキングギド、今の試合もキングギドしてれば勝ってたんじゃねえか。一番大事、試合中最初の3分間ぐらいで、まあ、最初じゃなくてもいいんだけど、考えることはいかにキング起動するか、キング起動できるチャンスをつかむ、キング起動できる場面を自ら作る。はい、ボンバーで U のを出させて、ゴースト出させて、走らせてキング起動です。まあ、LJ だけやめて、 LJ だけやめて、俺 LJ や。あーこれっぽいな、マジ同じ人しかおらん。一旦出して、さあこのマイティどんぐらい頑張れるんやろ。あれなんか手褒めの墓石使ってくれたな、手褒めの、ああゴールライト早いね。まあトルネもあるし、いやーめっちゃいい墓石やん。さてはさっき言ったよね、キング起動、あいつ生まれたやつか、ガチでヘッポが取れてた。生まれたやつかあれ、ちっちゃくねえや、バランス調整まだ来てねえわ。さあもったいないね今の。さあこれまたゴレだな、流行ってんなこれ。とりあえずねボンバーの一発与えてもらって、あ独特だな、
頼む。それに使った後だいぶ入ってほしい。まして1000ぐらいまで行ってほしい。ちょっと頑張れてる。お、これは墓石がさあ、やべえ、あ、マジ金髪おめ黒髪にすんじゃん。なんだこのバロン、やばい。いや、バラなんかいらんな。あんまつけないほうがいい気がします。さあ、鬼のライトニング削りが無理せず行こう。今しかない。ね、やばいって、マジっすね。いや、ファイボで逃げ切れる。ファイボで、あ、トルネコルネだけ。マジでデコイタワーに行ったらよかったー。今のでタワー行ってたらもうオコとかじゃない。怒る気力もない、ただの苗。あぶねー。さあ、こんなダメージね、ゴルネ一発タワー走ってればスーパー逆転ですからね。いやー、意外と怖いね。これもドラゴンが強えわ。鳥が顔されるけどね。さあ、チェルちゃん、チェルさん、よろしく。日本のプレイヤーとも意外と当たるっすね。なんかめっちゃ多いらしいっすからね、世界トップの日本プレイヤー。うん、ほぼ日本。めちゃくちゃいいことなんですけど。さあ、もうここは許容して形を作ることを優先します。で、あー、ムートはやばいね。あー、なんかこんな持ってたの違うな。エリババじゃないんすね。エリババ神器はなんかちらほらいるんですよ。なんすけど、まあムートコジョババか、ちょいめんどいっすね。ムートがね、エレジャイメタで施設になるんで壊せない、壊しても突破できない。うん、で、まあ対空があともう一枚なんかいるよねぐらいの感覚だと思うんで、もう一回考えてみて。やべ、お、う、ウルキがこっち来た。でかいでかいでかい、ウルキが帰ってきた。いや、このゴブリンはいらんかったなー。てか、バルーン3発、ウルキ帰ってきたな。さて、スパイか、あの子は。さあ、バルーンを通せばいい。もうね、エレジェはなかなか通らない。ならばバルーンでいいだろう。さあ、これはもう、
許容して、ここさえやってしまえばあなたは体育がなくてってやつですよね。まあ、勇気があるけど、ね、さあこっちは許容できる、確実にね掘られなければいい。本命は右サイドのマジアチャー、よし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 、相手のエレキのおかげっすね。ここだけ、これも全部ブラフっすね。左はもう右のマジアチャーだけみたいな。オッケーいやエリジェイタワーほぼ殴ってないっていうの、バルーンデッキですこれは。さあというわけで、まあどっちにもなれますね。このね、エリジェデッキでもないし、バルンデッキでもないし、たまにマイティでね、はい、ぶっ刺すこともできるよということで、皆さんもぜひね、やってみてください。では、大塚ちゃん、したまたね。